流部家寺は、静岡県浜松市北区にある臨済宗明神寺派の寺院。三号は、万象山。本尊は、国蔵菩薩。寺殿によれば、天平五年、行基によって開かれたとされ、当初の寺号は、地蔵寺であったが、漢寺七年に、伊い教法が葬られた際にその方法から地上寺と、改められた。平安時代から、伊氏の菩提寺であったとされる。元中年間、 宗永親王がこの寺を中興したとも言う。永昇4年、井ー・タ平が、木創植いぶを招いて、龍大寺と事号が改められた。戦国時代の永六三年に戦死した、井ー・ナオがこの寺に葬られると、直森の方号から、龍部下寺と改められた。ちなみに龍部下寺のある井田には、井ータ川と、神宮寺川が合流する流域にあり、水が豊富にある。 竜部家寺の竜は、水神の竜でもある。直森の死後井伊家の当主となった井伊正親、直森の娘で直親の死後の永六年間に井伊家を取り仕切った井伊直虎の墓もあり、自家親と自家虎の墓は隣り合っている。井伊家伝記によると、小牧、長久手の戦いにおいて、井伊直政が先手大将として出陣する際に、寺に伝わる、実月。 松優の近隣の戦争を人選として授けたとされる。関ヶ原の戦いの戦勝に伴い、伊伊氏が大見国に天法となってからも伊氏の醍醐を受け、江戸幕府からも主院状を与えられた。庭園静岡県浜松市北区稲佐町、伊田2989。ありがとうございます。